はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。なんか闘技場へ行けということなので、とりあえずもう一回ウィズダムキューブへ行きましょう。これは地下3階に行けばいいのかな。ちょっと進んでいきましょう。ここの電磁バリア解除されてるな。闘技場まで誘導してくれてるって言うんだな。この辺りで別れよう。私はこの先は隠密行動で行く。わかった、頼んだぞ。この先か。お、デスビーストの方か、これは。なになになに、ロックオンされたんだけど。デスビースト、いきなり手に入れたし。ん、こっちはいけない。ん、ここは行き止まり。完全にあれですね、一本道になってるんで、ダメージ床が多いけど。さっきミノフスキークラフト使いましたからね。おっと、めんどくさいシリーズだな。ちょっとゴッド回復させますか。ライフキット、なんか減ってきたな。復活キットはちょっと補充しましたからね。お前なくなっちゃったんで。こっちも行けない。闘技場は遠いな。おっと、バックアタック。無意味なんだけど、反射。おっと、ここに印がついてますね。一応回復しておきましょう。ヒーローどもか、話は聞いている、入れ。ゴッドガンダムというのは貴様か。ああ、俺だ。テストファイトに出るのはお前だけだ。こっちへ来い。残りのものはこの部屋から観戦できる。1対1で戦うの。回復大丈夫かな。何もつけてないんだけど。よく来たな、ゴッドガンダム。その声は師匠、どこにいる。別室から見ておるわ。我が弟子よ、良いファイトを期待しておるぞ。早速だが貴様の相手を紹介しよう。いでよ、エボリュー。ギャーン。エボリュー、DG 細胞にも勝るとも劣らないエボリュー細胞によって強化された異形進化怪獣だ。はっはっは、久々のファイトだな。行くぞ、レディーゴー。ギャーン。あれ、勝手に戦う。グワー、なんてパワーだ。ギャーン、ギャーン。ハック、ハッグギュッ。ギャーン。チー、あまり効いていないのか。ゴッドのやつ苦戦しているようだな。でも負けてるわけじゃない。互角といったところか。だがお互いよく動く、消耗が激しそうだな。ギュアギュア。はあはあ、どうする、有効打が与えられん。
むむ、エボリューの体力が心配だ。は、そろそろ電気エネルギーの補給が必要です。うむ、許可しよう。外から干渉すんのかよ。放電開始、放電開始。なんだ。すると高圧電流がエボリューめがけて放電された。バリ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 、ギャフー、バリ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 。照明の明るさが、まさか今回は派手に放電しているな。これは何の真似だ。エボリューってのは電気エネルギーを食って生きてるんだ。ほう、最近も実験を。ああ、よくやっている。おっと、これ以上は話さないからな。なるほど。バリ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 。そうか、通路の電圧が不安定になったのはこいつのせいだったのか。ギャーン、ち、元気になりやがって。だがそうと決まればできるだけ消耗させてもっと電気を使わせてやる。ギャーン、ハッ、ギャーン。どうしたどうした、避けるばかりか。ティガの時はもっと果敢に攻めてきたぞ。違う、ゴッドは再び電気を使わせようとしているんだ。電圧が不安定になれば別動体が電磁バリを突破できる。いいぞゴッドガンダム。ふん、避けてるばっかりじゃないか。ひどい戦い方だ。マスター先生、エボリューの消耗が激しすぎます。また放電しないと。ゴッドのやつ何か企んでおるな。何をやっているのですマスター先生。これはミスターユートピア、どうなされた。テストファイトなどと呆れますね。今はもう悠長なことをしている時ではありません。ヒーローはさっさと始末すべきです。悪いがデビルガンダムについてはわしのやり方でやらせていただく。マスカレード、エボリューに放電しなさい。最大出力です。はっ、なんだと。それともう一匹エボリュー細胞を投与した怪獣がいましたね。はい、メタモルガです。それも投入しなさい。はっ、勝手に指示を出すな。だいたいこんなところにまでヒーローを入れるとは、いくら実験のためとはいえ度が過ぎますよ。放電開始、放電開始。よし、バリバリ、ギャフーめっちゃ差がついてますね。メタモルガ、ゴッドガンダムを抹殺せよ。ん、扉が開きメタモルガが現れた。うおー、どういうことだ。グホーグホーが2対1か。もっともっと電気エネルギーを。バリ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 だがいいぞその調子だ。その頃中枢部に進行していた別動体は、見ろ、電磁バリアが弱まっている。お、いけそうだな。よっしゃ、今だ、いけー。え、この中枢部ってどこここが制御室か。なんだ貴様ら、なんでこんなところまで。お前の運命は俺が決める。おわちゃん、グホ、うおーらー、グワ。よし、メイン電源を落として奥へ進むぞ。待ってろよタケラー。停電か、いや別動体だな。なんだどうしたんだ。マスカレード、悪いがここを脱出させてもらう。何、はあ、うおら、こいつぶん殴ってんのかなグホー、お前ら。ヒーローたちは警備兵を倒し闘技場内へ入った。ちょうどその時電源が回復し照明がついた。戻りました。分かっておる。マスター先生、そんなことより闘技場にヒーローどもが迷い込んだようですよ。仕方があるまい、テストは中止だ。ミスターユートピア、貴様の好きにしろ。
最初からそうしておけばエボリューメタモルガやってしまいなさい。キャーグホグホ、こいつらを倒さなきゃ先には進めないようだ。ん、準備はまあ一緒だ。よし行くぞって言っても太郎は戦わないんだよね。2体か、電気っぽいっすからね。とりあえず電気は効かなそうで、まあマシンキャノンやってアンクで一応炎のレオパンチをやってみますか。で、ウォータースラッシュストライクじゃなくてドラゴンテイクの方でいこう。よしどうだ。おお、つえー、死んだ。集中攻撃食らって死んだ。なんだなんだ、エネルギーが暴走してるってどういうことだ。このまま攻撃をしていいのか。回復させましょう、とりあえずライダーを。炎はちょっと別に普通だったから、スパーク光線もちょっとやってみよう。ピカピッと打って、うわえ、何こっち。じゃシオレオパンチをこっちに使ってみよう。いってー、やっべー、危ねえ。ちょっといまいちわからないけど、こうお互いをうまく攻撃していけって感じですね。でライフキットをライダーへ。風はどうですかね。風は頼むよライダー。うおー、ちょっと当たりが悪いな。こっちどうしようかな。ヒールレインを使う必要はなさそうだけど、ライフキットで回復して、復活キットで蘇らせましょう。いたー、うお、攻撃力高えなー。これがちょっとわからないな。まあ、とりあえずエボリューを攻撃していく感じで、カップル、あ、なんかエネルギー攻撃したらでもちょっとまずそうだな。どうなんだろう。エネルギー攻撃力をちょっと上げちゃいましたけど、ちょっとやだな。エネルギー攻撃してエネルギーが復活したみたいになったらちょっとショックだな。一回ゴッドだけ攻撃してみましょう。あとはちょっと打撃でいく。なので、エネルギーじゃないやつがいいよな。やっぱそうするとドラゴンウィングで節約しながら攻撃しよう。おっと、クリティカル食らっちゃったよ。いってうーん、大丈夫そうではあるな。稲妻属性じゃない限り大丈夫なのかな。とりあえずエボリを倒しましょう。よし、投げ飛ばそうとしてる。いってー、ひるんだよー。おー、このお、エボリはエネルギーが尽きてしまいそうだ。いいんだよね、このまま倒して。どうしよう。まあいいや、とりあえず倒しにかかりましょう。
切るんだ。うん、ピコンピコンしちゃってるけど、あ、間違えた、ヒールレイン。ちょっとメタモルガ用に SP は取っておきたい。おー、ひるむな。うわ、なんだ、死んだぞこっちも死にそうだけど、どうする。あとヒットポイントいくつだ、これわかんないけど、とりあえず自分のヒットポイントを最大まで回復させよう。うわー、やばい、あ、スタンしたよりによって。一応ラッシュしよう、ラッシュ3、まずラッシュ3で、万能ライフキット、これで自分をまず回復させる。やばい、死ぬ、スタン治んないのこれ。いってー、回復してくれ、とにかく回復してくれ。ダメだ。どうすればいいんだ。ちょっととりあえずこのまま再戦しましょう。まあいいか、このまんまで。メタモルガ、こいつをちょっと先に攻撃してみましょう。今度はメタモルガの方が弱いな。このままちょっと先にメタモルガを始末しましょう。おっと、スタンした。800とか超強い。マジかよ。で、こううまく2体倒す感じでいかないとダメなのかな。うん、ちょっと一回ヒールレインかけとこう。ではちょっとまた再戦。マシンキャノン撃って、アンクはかける。攻撃強いからな。で、マシンキャノン撃って、で、もう一回は左のゴリラくん、メタモルガか、攻撃して、うわ、スタンした。で、今度はちょっとこっちを狙いましょう。ちょっと万能ライフキットでスタンを回復させます。いいでー。ふんふんふん。とりあえず2ターンずつくらいで。
やばい、ライターだ。あぶね。こっち。この戦い方でそもそもいいのっていう疑問はあるけど。いったー。おー、危ねー。おーっと、結局こうなんのかよ。まずいな。まず復活キットで F91 は復活させましょう。頼む、耐えろ。耐えらんなかった。やばい、倒し方がわからない。メタモルガを速攻で始末するか、できるか。ここはもうメテオを使って2ターン目にラッシュをかけますか。死ぬなよ、あぶねと。これでメタモルガを総攻撃してできれば倒します。もうバグネスゴッドフィンガーを使う。これもドライブオンにして、ベースは高威力モードで、でこいつもドライブオンにして、一番強いやつどれだ、エネルギー光線で、ドラゴンテイル。どうだ。おっと、ひるんだけど攻撃はした。くうわ、なんでかわされんだよ。よし、とりあえずなんとか倒したんだけど、ちょこっとピンチを迎えている。頼むぞ、耐えろ。おー、痛ぇ。皮を切らせて肉を切る、肉を切らせて骨を断つ。うん、回復したな。よしよしよし、できれば集中攻撃で倒したいけど。ドラゴンテイル、このまま体力は高めにとっておいて、アンク使おう、もう一回。それでメテオでゲージを上げて、こいつはちょっと SP が減ってきたかな。うわぁ、なんかそろそろ暴走しそうな気がするけど、とりあえずパワーは全開に保っておこう。かわされたー。見て、さあちょっとここでラッシュかけましょう。総攻撃再び。こいつもベスパー使ってレオキック、ストライクドラゴン、
500、1000、よしいい感じだ、こいつはよし倒したなんかシステムがよく分かんなかったけどとりあえず倒せましたね。いやちょっとだいぶ長引いちゃったな。よしティガを救出するぞ。だがどこに行けば、周囲をしらみつぶしに探すしかないだろう。とりあえずその扉を出て先へ進もう。ティガはどこに。はい、ということで、闘技場だけで終わっちゃいましたけど、今回はこれで終了して次回ですね、闘技場の奥ティガを探しに行きたいと思います。ではこれで終了します。